はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安田でございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、病院から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血、骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、この動画がね、よりたくさんの方に届きますように願っております。ちょっと椅子が不幸の方が、ね、そうですはい、ですね、実はね、昨日の夕方にね、ようやくですね、お風呂に入ることができました。いや、ありがとうございます、ありがとうございます。誰もいませんけど、壁に向かって喋ってるからね、誰もいませんけどね、ちょうど昨日の動画の編集中にね、お昼間なんですよね、先生が病室に来てくれましてね、思い切って聞いてみたんですよ。あ、先生、お風呂って言うたら、あ、そやね、もういいよ、熱も下がってるしって言ってもらえたんです。お風呂の許可が出ました、イエーイ。なのでね、昨日の夕方にはもうシャワーを浴びることができました。そう、ついでにね、まあ、試験的なんですけど、これあくまでも試験的なんですけどもね、酸素ボンベを外してみましょうってことでね、今はもう何もついてない状態です。この心電図と酸素のやつと、このルートっていうやつね、ついてます。点滴のルートがついてますけどね、この点滴の針とね、このチューブのことをね、医療機関の人たちはルートって呼ぶみたいですね。まあ、どうルートなんか分かりませんけど、血管に点滴を流すためのルートを取るとか、なんかそんな感じでね、よう喋ってるのを聞きますけど、まあ、調べたら出てくるでしょうけども、僕はちょっと分からないんでね。あとね、昨日の夕方からね、僕の、ベッドのお向かいさんにね、空いてたんですけどね、昨日の夕方にね、おじいちゃんが入院されまして、こうちょうどお風呂からね、出てくる時に、僕がね、ちょうどお風呂から出てきて、部屋に戻ってきて、こうタオルとかパンツとかの片付けをしている時にね、ここでよろしいんかっていう、えらい慣れた感じのね、えらい慣れた感じでね、一緒に来た看護師さんとこうワイワイしながら話しながら病室に入ってこられたんですよ。ほんで、まあ、いろんな書類ね、まあ、入院の手続きとかの書類ですね、記入して、看護師さんの説明を受けながらこう記入されてましたね。一通り記入が終わったんでしょうね。看護師さんがそのままの流れでこう言ったんですよ。丸々さん、65歳以上になりますので、今から認知症のテストをしたいんですけど、いいですか。そしたらおじいちゃんはこう言うんです。俺認知症とかちゃうで、認知症で入院してんのちゃうで。まあね、そんだけはっきり喋ってたら、そんなこともね、認知症ではなさそうですけどもね。そしたら看護師さんもね、焦ったんでしょうね。こう何かを訂正するような感じでね、こう言ったんです。あ、いや、ですね、65歳以上の方で男女問わず入院される方には認知症のテストをね、してもらうことになってるんです。そしたらね、もうおじいちゃんもね、看護師さんのその説明でね、ようやくね、言われてることの意味が分かったんでしょうね。おじいちゃんはこう言いました。おう、ええよ、お何したいの。おじいちゃんに納得してもらった看護師さんはね、認知症のテストをね、開始しました。まあ、それまでおっとりとゆっくりとしたね、喋り方の看護師さんやったんですけど、これ認知症のテストがね、始まるとね、その問題を読み上げるときにはね、急にね、こうめちゃくちゃ早口になるんですよね。
問題を出されているおじいちゃんも、おおってこう戸惑いながら、まあ、答えていましたけども、まあ、この認知症のテストの、ね、問題を読み上げるときにね、こうわざと早口にすることもね、なんかテストの一つらしいんですよ。まあ、ちゃんと聞こえているかとか、読み上げられた文章問題、問題文、ね、の内容をこう耳で聞いて、ちゃんと理解できているかっていうのをテストしてたみたいですね。ほんで認知症のテストを終えたおじいちゃんはね、その後も看護師さんにね、いろいろこう指示されながら、まあ、こう病院に着替えたりとかね、この点滴始めるんでルートと言いますね。これですよ、これね、上見せない、これこの腕の、ね、ルートですよね。そしたらおじいちゃんが言いましたね。はあ、ルートって何や。そうですよね、我々素人というか、まあ、漢字は分からない専門用語ばっかりでこう押しつぶされそうになるんですよね。まあそれはいいとして、看護師さんはね、すぐその説明をねし直しました。点滴の針を通しておきますねって、まあ、その一言おじいちゃんは納得したんでしょうね。こう言いました。おお、いつもやってるやつやん、ごめんごめんって。おじいちゃんは順調に点滴の針を刺してもらいました。順調に刺してもらいましたって、なんかありない言い方やな、怖いな。まあいいか。そうしているとね、そこに別の看護師さんがやってきました。看護師さんはね、まあ、新しい点滴を、まあ、使い回しや使い古しは絶対ないと思うので、新しいのは当たり前なんですけどね、大切そうにこう両手で持ってね運んできましたね。あのトレイに入ってるだけなんでね、両手で持ってるだけですだけのことですからね、普通のことですからね。そのまま無事に点滴を始めることができたおじいちゃんはね、こんなことを言ってました。久しぶりやの、これもう何回目やろうか。看護師さんは言いました。もう何回もやってますね。そういえば前に退院されたんていつですか。おじいちゃんは答えました。3月やったかな。看護師さんは言いました。めっちゃ最近でしたね。この入院で何回目になるんですか。おじいちゃんは答えました。今日の入院で3回目や。ベテランやん、おじいちゃん、ベテラン。じゃあ過去の2回のうちに認知症のテストしてるでしょう。まあね、今回も認知症のテストしてよかったねってね、僕はちょっとカーテン越しに思ってました。まあね、今日はそんな感じでした。そうなんですよ、新しいおじいちゃんがね現れたんですよ。別にそんなにこう普通のおじいちゃんなんですよね。私喋ったらよく喋ってくれる元気な、言うたら気さくなおじいちゃんでね、まあ、僕と会話はしたことないですけども、その看護師さんとの会話を聞くだけっていう感じですね。あ、そうそう、これね、多分女性と男性でいろいろ違いがあると思うんですよね。男性の部屋ってね、そんな女性の部屋、大部屋の人たちほどね、めちゃ仲良く喋れへんと思うんですよね。もう男性の部屋なんか静かなもんですよ。寝てるときはみんなうるさいですけど、そう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 、そんなんかこう女性の大部屋の前を通るとカーテンみんな全開にしてね、 6人は4人やったんですけど、その時は4人の女性の方たちが自分のベッドに座って、ベッドの背もたれをこう立てて、みんながこう喋り合ってるっていうようなね、状態でしたね。でも女性はそうなんですけど、男性はもうシャッてこうカーテンを閉めて、みんなこう一人でチーンって黙々と過ごしておりますね。まあ、今の時代からね、携帯もありますし、こう午前中やったらこうピャッピャッてこう新聞をね広げる音が聞こえるわけですよ。で、下のファミリーマート行ってきっと買ってくるかと思うんですけど ね、まあ、男はそんな感じですね。結構もう個人個人の個人プレイですね。女性の技とかだとすごいなんか仲良さそうにしてるから、ああええなって思ってするんですけど、思ってするんですけども、別にそう隣のおっちゃんに声かけるとか別にないんでね。
おっちゃんも声かけてくることないんで、まあ、これ男と女の性質の違いやと思います。何の話やねんって感じなんですけど、まあ、その新しいおじいちゃんが現れたっていう話でした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がね、いいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画が、より多くの方に届きますように願っております。本日のご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。